ネオマイシンは1948年にウクライナ出身のセルマンワックスマンにより発見されたアミノグリコシド系抗生物質である。分子量614.65。放射菌の一種ストレプトマイセスフレイリが生産する。そのためフラジオマイシンとも呼ばれる。日本薬局法集裁薬品としては硫酸フラジオマイシンと呼ばれ、別名はソフラマイシン、フラミセチン。 CAS 登録番号は1405年10月3日。ネオマイシンの作用基準は、カナマイシンのそれと類似し、3 0スリボソームに結合することにより、細菌のタンパク質合成を阻害する。比較的広範な抗菌スペクトルを有し、グラム陰性菌、グラム陽性菌ともに強く阻害する。ネオマイシンには、強い急性毒性及び、人毒性が認められる。そのため、 蛍光剤か外用剤として使用される。分子生物学の研究において、ネオマイシン体制遺伝子は、選択マーカーとして、形質細胞の分離に利用される。生科学辞典東京科学導入、医薬品、インタビューフォーム硫酸フラジオマイシン長不在、アミノグリコシド系抗細菌薬の多くは7 0スリボソームと結合する。ありがとうございます。